君、今、なんて言ったうちからの告白に対して、ごめんなさいって言ったよね。その、聞き間違いだよね。それとも緊張して逆のことを言っちゃったのかな。<laughs> しょうがないな。もう一回だけ言ってあげるから、今度はちゃんと答えてね。<laughs> う,うん。 うちは君のことを本気で好きになっちゃいましただから彼氏になってくださいあな,なんでなんでうちの思いを受け入れてくれないのだってさ君にとってこの告白はいわば玉の輿しみたいなもんじゃん社長令嬢のうちの彼氏になれば何一つ不自由ない生活が送れるし。 しかもうちはミスコンに選ばれるくらいの美人なんだよ。何より貧乏な君の家の借金だってすぐに肩代わりしてあげられる。それなのに、なんでダメなのえ好きな人が他にいるから付き合うことはできない <laughs> 何それそんな理由でうちからの告白を断ったの ねえ、今からでも遅くないよ。そんなどうでもいい女より、うちを選んじゃおうよ。見た目も地位も財力もしょぼい女よりさ、うちと結ばれた方がきっと何千倍も幸せになれるよ。あ、あ待って、話はまだ終わってないってば。<laughs> しょうがないなねえ、帰るのは勝手だけどさ。 その前に警告ぐらい聞いてよ。あのさ、何事もなく帰ろうとしてるけど、うちからの告白を断っておいて、ただで済むと思ってるの。完璧な人生を送るはずだったうちの人生に、失恋なんて傷をつけておいて。そんなの、許されるわけないよね。何が言いたいんですかってそうだなぁ。 このまま帰れば君の周りの人に不幸が降りかかるかもしれないって話かな脅しと取ってもらっても構わないよ実際そうだしうちはね昔から欲しいものはどんな手段を用いてでも手に入れてきたのだから君を手に入れるためなら悪魔にだってなれるんだよ言ってる意味わかるよね あと一歩、そこから踏み出せば、君の大切な家族が、ひどい目に遭っちゃうかもしれないよ。それでも、いいの脅しをするような人とはなおさら付き合えない、か。<laughs> ああ、せっかく警告したのに踏み出しちゃった。 分かったよ君の意志が硬いことはうんざりするぐらい理解したただ最後に一つ言っておくねお前終わったからなやっほーこんなところで会うなんて奇遇だねまさか病院で会うだなんて 結構レアなケースだと思わないんそんな息を切らしてどうしたのかなへえ、弟ちゃんが事故に遭ったんだ。かわいそうに。それでそんな息を切らしてまでここまで走ってきたんだ。弟ちゃんの様子ならそこのガラスから見えるよ。ほら。 ひどい怪我だよね。全身包帯まみれで意識不明。おまけにこの病院じゃ、これ以上の治療はできないらしいよ。でも、早く大きな病院に移動しないと、どんどん怪我がひどくなって、命に関わるんじゃないかな。あれそんな怖い顔してどうしたのまさか。 うちが弟ちゃんをこんな目に合わせたって言いたいの <laughs> いくらなんでも取り乱しすぎじゃないうちがやったっていう証拠がないじゃん。あ、はあ、本当に君ってバカだよね。告白は断るし、勝手に黒幕だって決めつけるし、何言ってるのか全然理解できない。<laughs> なんてね。そうだよ。 全部うちがやったパパの会社の力を使って弟ちゃんを車で跳ね飛ばすように指示したのあもちろんブレーキをかけてからやっちゃえってお願いしたようちとしても将来義理の弟になる子がいなくなるのは嫌だからね命まで奪わないのは当然じゃんまああくまで今回は。 だけど。君のその様子からして、見せしめにしては十分効果があったみたいだし、弟ちゃんもいい働きをしてくれたよ。<laughs> ねえ、このままじゃ大切な家族が本当にこの世からいなくなっちゃうよ。貧乏な君の家じゃ、高額な手術費も入院費も払えないでしょどうしよう、困ったね。 そーこーでうちから提案がありますじゃーんこの契約書を見てくださいこうとかおつとかいろいろ難しいことが書いてあるけど簡単に言うとうちと婚姻関係を結ぶ代わりに弟くんの治療費をぜんぶってあげるって内容だよ他にもいろいろと書いてあるけど。 あーまあ、君の今後の人生を捧げてもらうだけだから、今は気にしないで。<laughs> この契約書に今すぐにサインしてくれれば、国内最大級の病院で弟ちゃんに完璧な治療を施してあげることを約束してあげる。ふざけるなって、自分の立場、わかっててそれ言ってんの嫌 <laughs> ならいいんだよ。 他に金銭面のあてがあるからそっちを頼ればいいしうちも無理じいはしないからさまあそんなのがあるとは思えないけどほらほら早くしないとこうして悩んでる間にも弟ちゃんは苦しんでるんだよお兄ちゃんなら自分を犠牲にしてでも助けるべきじゃないかな それとも、他の家族にも危害を加えないと、わかってくれないのかなじゃあ、次は君のママかパパ、どっちがいいか選ばせてあげる。ん契約書にサインするからもうやめてください <laughs> へえ。 やっと自分の立場を理解できたんだね。じゃあほら、この紙にサインしてよ。<laughs> 早く。<laughs> <は>っ <laughs> やったやっと君と結ばれることができた <laughs> なんだ。最初からこうすれば簡単だったんじゃん。 正面から告白したのがバカみたい。貧乏人が無駄に手間をかけさせやがって、最初っからうちの男になってれば、こんな惨めな思いをせずに済んだんだよ。けどこれで、君の未来も人生もうちのもの。これから末永くよろしくね。ダーリン。